マケドニア民話、少女と12の月の精霊、紙芝居、始まり始まり。昔昔、あるところに心の優しい少女がいました。少女は実の父親、ママ母、そしてママ母が連れてきた娘の4人で暮らしていました。ママ母は実の娘を大層可愛がりましたが、自分の娘より美しい少女のことが気に入りません。いつも叱りつけたり、まるで召使いのように家の仕事を言いつけたりしていました。しかし少女はどんなにひどい仕打ちにあっても、強く心健やかに美しく成長していったのです。一方、実の娘は家の手伝いをするでもなく、いつも気ままに過ごしていましたが、顔色も悪く、どんなに着飾っても貧相に見える醜い娘でした。ママ母はこの目障りな少女を厄介払いし、実の娘だけを手元に置いておきたいと考え、どうすれば少女をどこかへやってしまえるか、いつも悪い考えを巡らせていました。ある夜のことです。少女の父親は用事があり、よその町へ出かけていました。ママ母は少女を呼びつけて、泉の水を汲んでくるよう命じました。泉は深い森の中にあるのです。泉のほとりには吹きさらしの木が風になびいて立っています。その木の根元には風が集まり、精霊や魔物の吹きだまりになっているという言い伝えがありました。そこでママ母は、少女が悪い魔物に捕まれば二度と家に帰れまいと考えたのです。こうして哀れな少女は夜更けに一人、泉の水を汲みに深い森へと入っていくこととなりました。少女が吹きさらしの木の近くまでたどり着くと、そこには11人の男と一人の老婆が木の根元になって座り、何やら話しているではありませんか。男たちの中には年老いた者、若い者、背の低い者、高い者、美しい者、そうでない者もいましたが、そのうちの一人は誰よりも背が低いようです。老婆は見るからに不機嫌で、全く不愉快そうです。彼女はなんとお天気屋の3月の精霊、マルタおばあさんだったのです。そして、このマルタおばあさんと一緒にいる男たちは、他の11の月の精霊でした。つまり、一番背の低い男は、そう、1年で一番短い2月の精霊のセッチェコです。これを見た少女は少し怯えつつも、勇気を振り絞って月の精霊たちに話しかけてみることにしました。こんばんは、皆さん。ごきげんよう。ここで何をしていらっしゃるのでしょう。おや、こんばんは。お嬢さん、ごきげんよう。私らはここへ腰掛けて一休みしているところだよ。しかしお嬢さんはこんな夜更けに
一体全体どうして泉に来たりしたんだろうね。一人きりで森の中を歩くなど怖くはないのかね。ええ、でも恐ろしくても来ないわけには参りませんでしたの。母に水を汲んでくるように言われたものですから。父からも母のことは敬い、言いつけを守るように言われておりますし。月の精霊たちは互いの顔を見合わせました。そうだね、お嬢さん。では一つ教えておくれ。一年の中でどの月が一番素敵で、どの月が一番苦手かね。まあ、おばあさん、私にとってはどの月も美しくて一番なんて決められませんわ。だって嫌いな月なんてありませんもの。そうだな、お嬢さん。では気をつけてお帰り。そなたの美しい言葉に祝福を。そなたが語れば口から言葉とともに金貨が入れるであろう。少女は月の精霊たちにお別れの挨拶をすると、水がめに泉の水を汲み家路へと着きました。家に着いた少女が扉を叩くと、ママ母が出てきました。水を汲んで無事に戻ってきた少女を見たママ母は大層悔しがりましたが、どうすることもできません。仕方なく少女を家に入れてやるのです。ママ母は少女にいくつか問いかけました。すると少女が答えるたびに、その口からは金貨がこぼれ落ちるではありませんか。少女は床に落ちた金貨を拾い集めます。ママ母は目を疑いました。森へやった少女は迷子になるどころか、無事に戻ってきて、その上口から金貨が出るようになったのですから。さらに妬みと憎しみを増したママ母は少女を問い詰めました。お前のような役立たずに一体誰がこんなまじないをかけたと言うんだい。ふん、口から金貨が出るようになっただなんて。さあ、教えないとただでは済まないよ。その言葉を聞いた少女は怯えてそこへ座ると、泉の傍らで12人の月の精霊たちと出会ったことや彼らと話したこと、そして帰る時に祝福を受けたことなどをすべてママ母に話して聞かせたのです。これを妬んだママ母は次の日の晩には実の娘に水がめを持たせ、水を汲みに行かせました。実の娘も月の精霊たちと出会い祝福を受け、口を聞くたびに金貨が出るようにまじないをかけてもらおうと企んだのです。さあさあ、いい子だから森の泉へ行って水を汲んできておくれ。そうすればきっと月の精霊たちがお前を祝福して口から金貨が出るようにしてくれるんだから、あの役立たずの小娘のようにね。娘が泉に行ってみると、なるほど、そこには月の精霊たちが前の晩とちょうど同じようにして座っていました。娘が挨拶をすると月の精霊たちは彼女に尋ねました。お嬢さん、一つ教えておくれ。一年の中でどの月が一番素敵で、どの月が一番苦手かね。変なやつ。素敵な月と苦手な月がわからないとおっしゃるの？私に教えてほしいと？そんなことはほんの小さな子供だって知ってることですわ。誰もが1月と2月が一番嫌な季節だと言うでしょうね。もっとも
3月も変わりやすくて同じくらい不快ですけれど、他の月もその時によってですわ。良い時もあれば悪い時もありますでしょ。これがわがままで心の狭い娘の答えでした。お嬢さん、そなたの祝福を。そなたが語れば口から言葉だとともに小さな日々が出てやろう。なんですって？娘は恐ろしくなり、大急ぎで水を汲み、元来た道へ引き返しました。家に着いた娘が口を聞くとどうでしょう。その口からは小さな蛇がニョロニョロと這い出てくるではありませんか。うわぁ、なんと恐ろしい。なぜお前の口からは蛇が出てくるんだい。あの小娘のように金貨が出てくるんじゃないのかい。どうして私たちがこんな目に遭わなくちゃならないのさ。旅から戻った父親は、何かがあったか知る子、すぐさま意地の悪いまま母とわがままな娘を追い出しました。そして少女を抱きしめながら涙を流しました。しかし、つらいことの後には良いことが起こるものです。少女の口から出る金貨のおかげで、この家はみるみるうちに裕福になりました。そして少女と父親はずっと幸せに暮らしたということです。